こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はつま先の作り目ジュディーズマジックキャストオンをしてみたいと思います。ちょっとずっと間違えて覚えてて、もう一回撮り直したいなと思います。ジュディーズマジックキャストオンはつま先から編むときに綺麗に編んだみたいになって、こんな感じでつま先が編んだみたいに、ここの緑のところがつま先なんですけど、こんな風になるので、どこでこう始まったかわかんないというかの編み方です。なのでこれをいつも使っています。でつま先は14目から始めたいので、私の場合手の長さ17センチぐらいでしたね。17センチぐらいのところで2つ同じ長さにして、こう折っておいて、ここからスタートします。糸端が手前になるようにかけて、そして糸端が右側になるようにしてクロスします。でここでセット完了です。そしてそれは奥の方の針にかけて、で2本一気に持ちます。そして上の糸は下の針、逆ですね。上の針は下の糸がかかります。で下から今上に糸がかかってるので下にかけます。なので下から上、下から上、下から上、下から上ってかかるようにすると向きが一緒になります。ちょっとアップでやってみます。今3個と2個なので、今度は下の針にかけます。かけたいので、下の針は上の糸を下から上にかけて、下から上にかける。これでここで4つ4ですね。で5を6っていう感じで、いつも上から多くかかる感じですね。7、8、ちょっと外側内側で言うと、内側から外側にかけて、下の針の外側から内側ですると、ここがメリヤス編みみたいに、メリヤス剥ぎ下みたいになるんですね。あー見えるかな、ちょっと引っ張ってみるとこんな感じで綺麗に揃ってますよね。こんな感じです。2、4、6、8、1、下も2、4、6、8、1ですね。12、13、14という感じで、ちょっと余りすぎちゃったので今度は短くしてスタートしたいと思います。でこの糸端を離さないように掴んでおいて、ちょっとこっちに寄せます。2個目の糸端も手前にして奥の針にかけます。で糸端を手前にして、ちょっとアップしますね。で糸端を右にするようにして、ここクロスします。糸端の方が人差し指にかかってて、糸玉の方が親指にかかります。そして今こっちにあるので、下の針に下から上、下から上、これで2、3で、私2個目の方がここが開いちゃって大きくなっちゃうので、結構締め気味にいきます。3じゃないか、ちょっと待ってくださいね。12、13、14、8、19、10、11、12、13、14ってしたら、糸端がくるっと回ってこっちに2つ押さえる、こんな感じになっています。でここ
開けないなもう2種類14目ずつあるので、この糸端を押さえたまんま次を編んでください。ということで、ジュリーズマジックキャストオンでした。つま先を4段編んできました。こんなちっちゃいつま先になるところが私はちょっと好きなんですが、このまっすぐの糸がこんな風に、ちょっと開いてみせます。こんな感じでどこからスタートしたかわからないというか、そのつなぎ目が綺麗なのがジュディーズマジックキャストオンです。ちょっと糸のかけ方を間違えてて、いつも逆に編んでさらっとやってたんですが、それよりこっちの方がとっても綺麗だったので、今度から下から上下から上ってかけたいと思います。こんなメリヤスハギがちょっとできないので、いつもつま先からやっています。こんな作り目でした。ジュディーズマジックキャストオンです。最後まで見てくださりありがとうございました。